ましょう。それだけが取り柄ですから。あら、アスさん、鎧が違いますけど、どうしました？そういえばクレアさんからアスさんの鎧を直しておいてくれって言われてましたっけ。でも騎士団の鎧なんだから、どっちにしろそれを身につけてなきゃいけないんじゃないんですか。どうしよう、忘れてたじゃすみませんよね。ごめんなさい、なるべくすぐに用意しますね。おはよう、アス、ニーナ。はい、おはようございます。アス、どうした？少し眠そうな顔をしているけれど。悪夢？へえ、まあ僕も夢だったら結構悪夢が多い方だけれど。まあね。でも眠気なんて吹っ飛ぶくらいのいい知らせがあるよ。言われてみれば。サージ様、その知らせっていうのは？今朝通達があってね。我が騎士団に一時的に聖騎士団の権限が与えられるとのことだ。ありがとう、ミーナ。なんだ、もっと驚くかと思ったのに、意外とアスは冷めてるんだな。え？とにかく、正式に編成されるまでの間は、我が団が聖騎士団として活動できる。名誉なことだと思って頑張ってくれ。じゃあこれから宮殿まで来てもらえるか。ああ、そこで一通りの手続きを済ませるんだ。そして陛下が僕たちに謁見したいともおっしゃっている。では僕は一足先に行っている。君もなるべく早く来るようにね。あ、ミーナ、行ってくる。じゃあ、アスさん、私も行きますね。これから急いで、皆さんのためにお祝いの準備をしますから。はい。
ありません。歩いていたらいつの間にかここに。わかりません。私本当にいつの間にか家から出ていて、頭が痛い。アス、一体こんなところで何をしているんだ。もう他のみんなはとっくに中に。ルフィーナ、どうしたルフィーナ、また前みたいに。いや、前よりも顔が青いようだが。すいません、またご心配をかけてしまって。そんなことは気にしなくていい。とにかく、そうだな、この際やむを得ない、宮殿の中に運び込もう。事情が事情なら許されるだろう。それに身元不明の少女というわけではないのだから。わかった、ではこちらの方に。兄様、ごめんなさい。はい。クレアに、アス、少し遅かったな。その女の子は？その子は？団長、彼女を騎士用の休息所に連れて行きたいのですが、構わないでしょうか？随分と具合が悪そうだな。連れて行くのは構わないよ。なんなら僕も手伝おうか？ん？ああ、少しは元気になったみたいだね。もう一人でも歩けるみたいだ。アス、君の妹は一体？瞳の色が元に戻った。一体今のは？
ったんですの？その方は一体何を？確か幾万もの獅子とおっしゃっていました。それはまさかボルド軍のことでは？仮にそうだとしたら、北条の大地というのは、それが踏み荒らされるだなんて、どうしてそんなことに。陛下、どうか落ち着いてください。とにかく今はこの少女を連れて行きますので。申し訳ないんですが、もう治ったみたいです。どうもご心配を。ええ、多分今は顔色もそんな悪くないんじゃないかと思うんですけど。よろしければ今から謁見室に来ていただけないでしょうか？え、それ私に言ってます？はい。もし少しでもご気分が優れないようでしたら、そうする必要はありませんが。いえ、優れてるんで大丈夫です。ありがとうございます。ではこちらの方へどうぞ。皆様もどうぞ謁見室の方へおいでください。了解いたしました。ということだ。明日クレア、行くぞ。はい。兄様、私本当に行ってもいいのでしょうか？そうですよね。でもどうしよう、謁見室なんて初めて。ボルトが本当に大軍を持って我が峡谷に攻め込んでこようとしているのだとしたら、由々しき事態です。一刻も早くそれを止めねばなりません。しかし陛下、まだそうと決まったわけでは。現段階でそのような報告は一切来ておりませんし。それは確かにそうですが、我が峡谷と現ボルド領の境には激流の大河ハルワタートが大陸を分断するかのように流れております。そしてあの交易国家アシャへの制裁以来、その川に橋が架かることは決してなかったはず。確かにサグディードと称されている羽橋が、その時以来あの川に架かったことなど一度たりともありません。ならばそれほど心配なされる必要はないのでは。確かにこちら側に渡る手段がないのではありません。ですが大軍での渡河など、橋がかからない限り不可能に等しいはずです。ええ、橋がかかりさえしなければ。それはこの方が再市長オクタビア様？話を聞いて慌てて来てみれば本当にいるとはね。オクタビア様、どうなさったというのですか？突然入室してくるとは、いくらあなたでも。その非礼はお詫びいたします。ですがユリシア様、これは一体どういうことでしょう？どういうこととは？この騎士たちならば現段階では聖騎士と呼べるからいいとしても、このような何の地位もない娘を誰の許可もなしに入室させるなど、私には信じられません。
確かに、それは私の独断です。しかし今は火急の時です。そのようなことを言っている場合ではありませんわ。火急の時？ええ、峡谷の存亡に関わる事態が起きるかもしれないのです。何ですって？そのような報告が来たとでも？いえ、それはまだですが、すでに予言されたことです。はい。予言ですって？なるほど、そこにいる娘が何か言ったのですね。え？またあなたが人を惑わすようなことを言ったのね。神殿の時にたまたま当たったからといって、随分とつけ上がったものね。すいません、私自分で何を言ったか全然覚えていなくて。言い逃れかしら、自分の虚言に対して。虚言？おやめください。少なくともその方の言葉は虚言などではありません。何をもってあなたはそうおっしゃるのです？私なりに確証があるからです。その方の言葉に対しての何ですか？力が満ちた時、あの悪しき王国はやがてこのロアーナに攻め入るであろうと私はかねてより思っておりました。なぜ？あの者たちが大軍を持って我が領土に攻め入ることは可能だからです。陛下、それは一体？ユリシア様、まさかサグディードを奪った者？